はい、今回デート&マナーズロカビリーを、テーマにやっていくということで、この人に話を聞かなければということで、小倉さんものお店、渋谷に今日来てます。はい、よろしくお願いします。ゆっくりと、いつも使えてで、ロカビーナイト、まあ、椿で、まあ、ジャンクセイチコシもはい、コーブラがそのロカビリーという音符を知ったのが、はい、和の小学生親の影響なんです。あ、そうなんだ。うん、で母親だったら大好き、うんうん、で、まあ、低学年ぐらいっていうのは、うん、オールディーズっていうのが、うん、全部、まあ、ポールランカーとかに背中とか、はい、から聞き始めて、うん、小学校5、6年になったら、うん、エディ・コブラとかジン・ディンセンとか聞いてました。家にレコードはありますね。お母さんのこれ。そうです。それはポールランカーとか言った、そういわゆる、あ、そうです、かっこいいお兄さん、はい、でそこから、お母さんもそういう割と幅広くというかそういうロックンロールとかも聴いてた。そうですね。お母さんなんでその音楽は、うん、うちの袋はだからロカビリ3人男です。平尾雅樹とか、はい、山下圭司、はいはい、が大好きで、ウエスタンカー、そっから洋楽系、うんうん、そっから洋楽に行って、ですごい全部飲み込んでこうやってコレクションじゃないけど、当時だってレコードバンド大変、まあもちろんエルビス・プレスリー、プレスリー、その頃覚えてる限りで結構レコードが弾いてなかったありましたね。うん、リュージュとか日刊誌も、はいはいはい、そうだね、そういうのもあるよね。それが普通に流れてた。そうっす、うん、それを聞いてで、中学生になって、うん、なんかテレビのニュースとかで、うん、原宿にそういう音楽で踊ってる人がいる、うん、となって、うんうん、でおふくろに原宿行ってきていいかって聞いたら、うんうん、心配だけどとりあえず行ってみれば、うん、それ中学そうっす、その時はどこですか。その時は町田です。あ、町田に、まあそんなに遠くないけど中学生で原宿って言ったらちょっとそうですね。行ってなんかやっぱすぐ馴染みましたね。すぐ馴染んだ、はい、そうか、それが中学生って言うと、うん、年代で言うと1980年代初頭です。初頭ぐらいか、70年代終わって80年代、はい、もうタケノコ族みたいなのもう言いました。うーん、そうか。じゃあ俺は原宿初めて行ったの、おこてん行ったのが高1、中3、あ、そう、中学卒業すぐだったから同じぐらいかもね。で、同じチームに、うん、サボイクロージンのアキラ。おーおー、そうなんだ。おこてんで出会ったんだよね。じゃあ一番初めに出会ったのは俺が中3で、中3で、うん、アキラ中1です。アキラ中1 へー、そうか、そうか、長いっすね、一番周りにいるな。そっか、そっか、そっか。でも、あの頃ってみんなどんな曲で踊ってた、原宿は。俺たちはちょっと違かったっすね、うん、それチームによってなんか色が違ったりしたんですよ。ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツ系なんですけど、うん、そっからやっぱもう新宿西口のレコード屋回り始めてたんで、うん、なんか結構突っ込んだのかなと思ってましたね。ジョニー・バンネット時期的にアメリカン・グラフィティの公開なんかより後だよね。そうです、全然、うん、じゃあ一通りそのリバイバルでそのフィフティーズだったりシクティーズのいわゆるオールディーズっていうのが割と流行って、レイティーズでコマーシャルとかでも割とオールディーズかかってた、はいはい、そういう時代ではあるよね。そうです、うん、でもそうか、レコード屋に堀に行きましたね、住んでます。で、そっから今度はアキラの先に椿とか行き始めた、うん、で、それはロンドン前とで、アキラは洋服色系、
でもない。いや、途中抜けて、なんか、うん、もう、地元に、が埼玉に戻っちゃったので、うん、もうそこから、あんまり会う機会になったんですよ。うん、で、その間に俺が椿に来たし、椿行こうと思ったのは、ロカビンナイトの多田健ですよ。多田健食わせた。うん、もうロカビンナイト始まってた頃。ロカビンナイトあるんだよって言ったんだ。そうそうそう。それは、その情報は、何やったの？原宿とかで。そうです、原宿。いわゆるフライヤーとか、この、なんていうんですか、名刺代の、はいはい、スタークロスの、うん、南部国旗の、はい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 、見てきたんだとか、プレゼントのやつで、うん、で、1枚持ってたら、うん、なんかこう、なんか電車の切符切りみたいじゃないですか、3回行けるみたいな、うんうん、あったあった、あったあった、ね、メンバーズカードですね。そうです。この間、アジアで、はい、ロカビーですが、はい、ビーに行ったりとかして、はい、で、話してて、そう、佐藤君とも話してて、いや、原宿は若い子多いですよっていう話をしてて、なんかこれは見に行った時も、若い子結構来てたりとかするじゃん、まあ、なんですか、2世目っていうか、だけどね、コーラの子はお母さんの話じゃないけど、はい、で、親とかお母さんとかが、ロカビーナイトじゃないけど、そういうところに遊びに行ってて、はい、そこを連れて行ってるのが、もうだいぶね、成人になって、一人で来るようになってみたいな。ちょっとそんなことね、あ、何があったりとか、そうですね、うん、どうって、その今の若い子にもこう繋がっていってるじゃないですか、うん、とかって言ってなんか意識したりとか、なんかこの間の DJ とかっていうのはどうだったんですか。そうっすね、だから今はね、あれっすよね、なんとかして、そう、少ない、うん、規模です、少ない人数ですけど、うん、その今やってくれてる若い子たちをなんとか親父たちが応援していかないとシーンが潰れてしまうっていうのがあるから、うんうん、そこですよね、うん、DJ としてはだからちょっとね、うん、優しく、うん、日本語の、うん、そういう動きを混ぜ混ぜでかける、うんうんうん、そんなので今その昔と今ってなんか若い子に届くものってなんかちょっと変わってきたのか、この今日本語のロカビーじゃないけど曲を見たりとか、だから、ね、俺とかはもうこう基本はもうガチなフィフティスのロックンロールが大好きで、うん、あれなんですけど、でもその今のそのこの間の美咲ちゃんもそうですけど、うんうん、もう80s も焼き回しみたいなロカビリーになるんですよ、だからそれをそう、うん、どうこう、まあ、どういう人たちがファンになってまた来てくれるのかっていうところなんか、うん、やっていかないと思うんですよ、うん、で、そうで思ったんだけど、そう、ね、あの子たちもロカビリーをもっと普及させるじゃないけど、みんなに教えたいみたいな感じで、はい、だからやっぱりそういう自分たちの楽しいものを伝えていこうって一生懸命になってて、はい、この間の企画もね、はい、この形でやってて、まあ、素晴らしいっていうか、すごいなと思ってて、まあ、本当に俺たちがね、これを応援したいなと思うんだけど、そうそう、で、そんな時に、なんだろうな、その、まあ、見ていてというか、その、彼女たちが、こう、具体的に言ってほしいけど、その応援するって言った時にどんなことができるかなって思ったりとかさ、そう、なんかこう、うまいことを、ね、イベント企画とか、うん、あとはね、俺ちょっと思うんですけどね、なんかこう、要はロカビリっていう枠の中じゃなくて、うん、やっぱロンドンナイトみたいに、うん、もう少しなんか広い意味でバンドが混ざってるみたいな方が、うん、いろんな人が見れるんじゃないかと思いますよね、うん、で、まあ、そうやって若い子たちもそうやって広げていったりとかする中で、コーラの中でそのロカビーに対するトアンドマナーというかこだわり、これが一本あればどんな新しいけどもどんな新しくなっても俺はロカビーって言えるよねっていうか、そういうのは何だろう、なんかある、言葉にするのは難しいです、難しいですよね、
な、でも一人一人、うん、ハートの問題で、うん、こう、あの、なんていうんですかね、なんか好きなところも若干違ったりとかしてる、うん、そうだよね、ね、そうそう、で、コブラのその一番のカビで、うん、カビの一番ここが大好き、大好きっていうか、俺はうん、ロカビリーっていうことで言うなら、うん、やっぱあのスラッピングベースとヘロフィンメタルと、うん、はいはい、こう跳ねてそういう、ね、うん、あれがやっぱり要じゃないけど自分の中であれが聞こえてくるとロカビリー、そうです、うん、もうそれが特徴ですから、うん、やっぱりそこがしびれるというか、まあ、そういう曲がやっぱり一番好きで、そうか、あとはボーカルグループですよ、黒人も、うん、好きだもんね、大好きルーハスだからね、実は好きだもんね、すごいね、うん、まあ、僕らも歌うまいからね、いえいえいや、初めて来た時びっくりしたよ、だって俺が知った時はもう僕ら DJ でバンドはそこそこしかやってなかったから、なんか表紙にいや、バンドまたやるんですよって言って歌聞いて、僕らマジ歌えるんだ、こいつの方が本当にびっくりした、そういう意味で、この間もロカビリーナイトじゃなくてロカビリーのイベントで、まあ、みんなバンド出てきたけど、やっぱりこうみんな、なんだろう、すごい上手っていうかね、すごいこう真面目って言ったらあれだけど、本当に上手にいっぱい姿勢とかって、すごい、まあ、一生懸命っていうか、こう、なんて言ったし、うん、すごいなんか久しぶりに本当このね、コロナでなかなか遊びに行くとこないのに、ああいうとこあるとね、本当にすごい。やっぱり続けていかないとみんな忘れてっちゃうっていうのがあるから、うん、この中で続けていくのはすごい難しいと思う、うん、ね、こうやってね、僕らも自分のお店やったりとか、はい、どうみんな来てくれたりとかする、いや、もうちょっととにかく近所の普通の人たちがほぼほぼです、ね、うん、たまにリーゼント君、うん、リーゼント君たちが、うん、ちょろっと来た人だとかな、またあるのね、ロカビリーナイトができるという、もうしばらくやってないのね、最後行ったのかな、最後が2017年です、ね、今度は2年ぐらいクラウチった、そうです、アニバーサリーと、そうそう、そう、あの時の雰囲気すごく良かった、ね、いやもうね、なんだろう、あの僕なんかみんなが手伝ってくれないと、うん、しんどいですよね。マイセルフになっちゃって、うんうん、全然フライヤー作ったり T シャツデザインしたり、うん、なんかポスターでも何でもかんでもブッキングからないから、うん、全部俺一人じゃないですか。そういった意味では、うん、メデのマラフさんの話の感じだね。まあね、それにしてもね、また次楽しみにしたいな、ね、もうね、ちょっとどこまで我慢するか、友達さんともね、いつやるんですか、ロンドンナイトみたいな話になっちゃうんだけど、やっぱりなんかね、みんなが集まれるのがまた、そうですね、そうなんですよ、ジャンル的に難しいですからね、そうね、ジャズとかなんか、うん、座ってなんか、ゆっくり聴いてくださいみたいなのありますけど、ね、うん、パンクとかロッカビについては、そんな普通にやってらんないですから、ね、集まって騒いでるのが楽しいですからね、座ってるのが確かに、ね、次はね、できることを楽しみにして、はい、で、まあ、その間にいろいろね、なんか、こういった企画とかもやってるんで、ぜひぜひロッカビの話を聞かせて、はい、はい、行こうと思います。